ここではセクシショョンン時間でわかるアニメーション制作の基本、この項目を著者である私鈴木が実際に作っていく様子をご紹介しますこの部分は初めてアフターエフェクツを触る人がアニメーションができるまでの全工程を把握することを目的としたこの本の入り口となる部分なのでまずはここをクリアしていただきたいと思いますまず1つ目の工程がコンポジションを作成する 2つ目の工程がアニメーションを作成する3つ目の工程が動画を書き出すという流れになりますアフターエフェクツには今後さまざまな専門用語が出てきますがまずはそのまま真似して作ってみてくださいでは早速制作を進めていきましょうまず最初にコンポジションを作成します画面中央にあるコンポジションパネルの新規コンポジションを選択して コンポジション設定ダイアログボックスの基本タブにあるコンポジション名に1-3のと入力しますプリセットから HDTV108029.97 を選択してデュレーションに6秒と入力し OK ボタンをクリックしますこれで6秒のコンポジションが作成されましたこのコンポジションの中でアニメーションを作成します何も映っていない真っ黒な6秒の動画を作ったと考えてください 次に背景を作成します。画面上部にあるレイヤーメニューの新規平面を選択して平面設定ダイアログボックスの名前に背景と入力します。カラーを 00A5DF に設定するとタイムラインパネルに水色の平面が配置されます。次に文字を入力します。画面上部にあるツールパネルから 横書き文字ツールを選択コンポジションパネルのプレビュー画面をクリックするとこのように画面上にカーソルが点滅して文字を入力できる状態になりますそのままアフターエフェクツを始めようと入力しましょう次に画面上部にあるツールパネルから選択ツールを選択しますタイムラインパネルのテキストレイヤーをクリックして選択します文字パネルで文字を設定します フォントからフォント名を選択すると、コンポジションパネルのプレビュー画面にある文字のフォントが変わります。なお、選べるフォントは、お使いのパソコンにインストールされているものに限ります。今回は、弦の格ゴシック、ミディアムを使用しています。次に、文字の色を設定します。文字パネルの塗りをクリックして、テキストからダイアログボックスに、白色、FFFFFF FF FF と入力します。 色が決定したら OK ボタンをクリックしてテキストカラーダイアログボックスを閉じますまたフォントサイズを設定の数値に120ピクセルを指定します続いて文字を画面の中央に配置します画面右側にある整列パネルの水平方向に整列をクリックして画面横の中央に配置しますさらに垂直方向に整列をクリックして画面縦の中央に配置します これでタイトル文字が画面の中央に配置されました次にアニメーションを設定しますタイムラインパネルのプレビュー時間をクリックすると時間を入力できる状態になります0秒15フレームと入力しましょう Enter キーを押すとタイムラインパネルの現在の時間インジケーターが15フレームの位置に移動しました アフターエフェクツを始めようレイヤーを右にドラッグして、レイヤーの開始位置を現在のインジケーターのある15フレームの位置にドラッグして移動します。レイヤーをクリックした状態でドラッグして左右に動かすとレイヤーを移動できます。また、レイヤーを選択した状態で鍵カ,カッコキーを押すとレイヤーの開始位置を現在のインジケーターの位置に配置できます。 次に、アフターエフェクツをはじめようレイヤーを開き、アニメーターの右にある矢印をクリックして、位置を選択すると、アニメーター1が追加されます。アニメーター1タブを開き、1の Y 軸の数値をクリックして200と入力します。すると、文字の位置が下がりました。次に、範囲セレクター1タブを開き、開始の左にあるストップウォッチをクリックすると、タイムラインパネルの左端にキーフレームが設定されました。 キーフレームは現在の状態を記録した点です。ここでは範囲セレクターの選択範囲の開始位置が0%と記録されています。プレビュー時間をクリックして4秒15フレームと入力します。Enter キーを押すとタイムラインパネルの現在のインジケーターが4秒15フレームの位置に移動します。この状態で開始の数値をクリックして100と入力すると文字が上昇して配置されるアニメーションが完成しました。 再生して確認してみましょう。現在の時間インジケーターをドラッグしてタイムラインパネルの左端に移動します。キーボードのスペースキーを押すと再生し、もう一度押すと停止します。続けてアニメーションを設定します。アフターエフェクトを始めようレイヤーを開いて、アニメーターの右にある矢印アイコンをクリックし、一応選択するとアニメーター2が追加されました。 アニメーター2タブを開き、1の Y 軸の数値をクリックして、-56 と入力します。プレビュー時間をクリックして、17フレームと入力します。Enter キーを押すと、タイムラインパネルの現在のインジケーターが17フレームの位置に移動します。範囲セレクター1タブを開いて、開始の数値をクリックして0と入力し、開始の左にあるストップウォッチをクリックすると、 タイムラインパネルの左端にキーフレームが設定されます。続けてプレビュー時間をクリックして4秒17フレームと入力します。Enter キーを押すと現在の時間インジケーターが4秒17フレームの位置に移動します。この状態で開始の数値をクリックして100と入力しましょう。これで文字が上昇してから少し加工して配置されるアニメーションが完成しました。 続けて、マットで文字を隠します。画面上部のレイヤーメニューの新規平面を選択して、平面設定ダイアログボックスの名前にマットと入力します。カラーを FF0000 に設定すると、タイムラインパネルに赤色の平面が作成されました。次に、作成した赤の平面で文字を覆い隠すように設定します。 現在の時間インジケーターを15フレームに移動し、マットレイヤーを右にドラッグして、レイヤーの開始位置を15フレームに移動します。次にマットレイヤーを開いて、トランスフォームタブを開きます。1の Y 軸の数値をクリックして、1135と入力します。この状態で、アフターエフェクツを始めようレイヤーの右にある、トラックマットのモードを トラックマットなしからアルファ反転マットマットに変更します。これで何もない場所からテキストが跳ね上がってくるアニメーションができました。アルファ反転マットに設定した赤の平面の範囲は文字が表示されなくなるのでこのような出現アニメーションが作成できます。さらにアニメーションにアレンジ演出を加えます。マットレイヤーを選択した状態でシフトキーを押しながら After Effects を始めようレイヤーをクリックすると2つのレイヤーを選択することができます。After Effects を始めようレイヤーとマットレイヤーを選択した状態で画面上部にある編集メニューの複製を選択すると選択したレイヤーを複製することができます。プレビュー時間をクリックして10フレームと入力します。Enter キーを押すとタイムラインパネルの現在の時間インジケーターが10フレームの位置に移動しました。 複製された AfterEffects を始めよう2レイヤーとマットレイヤーを左にドラッグして、レイヤーの開始位置を現在の時間インジケーターのある10フレームの位置に移動します。また、AfterEffects を始めよう2レイヤーとマットレイヤーを選択して、背景レイヤーの上にドラッグして配置します。複製した AfterEffects を始めよう2レイヤーを選択して、画面右にある文字パネルの塗りをクリックして、 暗い水色077399と入力して文字の色を変更します。これでテキストアニメーションが完成しました。タイミングをずらした色違いのアニメーションを重ねたアレンジ演出になります。最後に線アニメーションを作成します。画面上部にあるペンツールを選択してテキストの最初の文字 A の左下をクリックします。 続けてテキストの最後の文字、うーの右下をシフトキーを押しながらクリックすると点と点が結ばれて線のシェイプレイヤー1が作成されました次に線にアニメーションを設定しますタイムラインパネルでシェイプレイヤー1のレイヤーを開いてコンテンツを開いて線1タブを開き線幅の数値を5と入力しますまた塗り位置の左にある目のアイコンをクリックして非表示にします 線と塗りの設定は画面上部にある線オプションと塗りオプションでも設定変更が可能です。シェープ位置を選択した状態でコンテンツの追加の右にある矢印アイコンをクリックしてパスのトリミングを選択するとパスのトリミング位置が追加されます。パスのトリミング位置を選択したままドラッグして塗り位置の下に配置します。プレビュー時間をクリックして0秒と入力します。 キーを押すとタイムラインパネルの現在のインジケーターが0秒の位置に移動しました。この状態でパスのトリミング1タブを開き終了点の数値をクリックして0と入力します。終了点の左にあるストップウォッチをクリックするとタイムラインパネルの左端にキーフレームが設定されました。次にプレビュー時間をクリックして2秒と入力します。 エンターキーを押すとタイムラインパネルの現在の時間インジケーターが2秒の位置に移動します。この状態で終了点の数値を100と入力すると線が出現して左から右へ流れていくアニメーションの完成です。パスのトリミングで線の範囲を0から100にすることでこのように線が伸びるような表現ができます。続けて線アニメーションの動きの速度を調整します。 現在は移動の速度が常に一定な状態ですが、イー s を使って加速や減速を表現します。0秒のキーフレームを選択して Shift キーを押しながら2秒のキーフレームをクリックすると2つのキーフレームが選択できます。選択したキーフレームの上で右クリックしてキーフレーム補助 e g s ー e a を選択するとキーフレームの形が変化しました。 また、Ease の設定は F9 キーを押すことでも設定できます。設定が終わったら Shape イ,イヤー1のレイヤーをドラッグして背景レイヤーの上に配置します。再生して確認しましょう。これで全てのアニメーション制作の完成です。次に動画を書き出します。After Effects の各パネルは空白の部分をクリックするとパネルが選択された状態になります。 タイムラインパネルの空白をクリックしてパネルを選択した状態にするとパネルの縁が青い線で囲まれます。この状態で画面上部にあるファイルメニューの書き出し Adobe Media Encoder Q に追加を選択します。すると Adobe Media Encoder が起動されます。少し待つと自動的に Q が追加され準備完了と表示されます。Q は動画を書き出す処理の設定です。 形式にある形式名、ここでは H264 をクリックすると書き出し設定パネルが表示されます。今回は YouTube 用の MP4 設定で動画を作成したいので、形式から H264、プリセットから YouTube 1080p Full HD を選択します。これで標準的な YouTube 設定が読み込まれました。続いて書き出した動画の保存先を設定します。 出力名の項目をクリックして開き、別名で保存ダイアログボックスで保存先を指定して保存ボタンをクリックします。書き出し設定パネルの一番下にある OK ボタンをクリックしてパネルを閉じます。設定が完了したら、緑の再生ボタンアイコンの Q を開始をクリックするか Enter キーを押して書き出し処理を開始します。書き出し処理にかかる時間は、作成したアニメーションの長さ、複雑さ、 パソコンの処理能力など、さまざまな要因で変化します。ステータスが完了になると動画が完成しました。出力ファイルのリンクをクリックして、保存先のフォルダを開きます。これでアニメーション動画の完成です。それではまた次回お会いしましょう。